ええと、そうですね。えっ、ー、と、次に紹介しておきたいなーって、あれこれ語りたいなーっていうところなんですけども、やっぱりここかなというところは、ね、まあやっぱり、ここ、これですね。この、ここ、これ、これです。まあエクストルーダー周りになりますかね。で、えっ、ー、と、結構ね、今回ちょっとぐいぐい色々試したんですけれども、いわゆるボンドテックを中心としたですね、えっ、ー、と、デュアルギアの えー、ギアが2つ噛み合うことによってですね、えー、こう、フィラメントをこうグーッと押し出していくっていう、そういう仕組みが、えー、M3、それから多分ボロンとかね、えー、もう今の 3D プリンターでダイレクトドライブを採用しているプリンターはほぼ、それ、デュアルギアタイプというふうに言って過言ではないと思うんですけれども、えっ、ー、と、M4 に関してはもうここがもう全然違っていて、えっ、ー、と、優勢ギアというね、 えー、ものに変わりましたんで、ちょっとそのあたりもね、今、今日、ちょっと見、見てもらった方がいいかな、というふうに思っておりまして、これね、ちょっと見えてると思いますけれども、えっと、なんかね、あの、こう、マーク3はですね、あの、こうモーターが結構、ドカッと、ドンと、こう、ここに入ってるようなイメージなんですよね。えー、ここにね、バーンと、こう、でかいモーターが入ってるイメージだったかと思いますけれども、これね、このモーターの厚みで言ったらね、ここに、あの、 モーターが、あの、このね、後ここに、後ろ側に入ってるんですけど、モーターの厚みで言ったら半分なんですよ。あの、マーク3に比べてね。あと、他の多分ダイレクト系の、あの、ものに比べてもですね、あの、半分ぐらいしか厚みがなくて、すごく軽くなってます。で、えっ、ー、と、このモーターも特注、どうやら特注でして、開けます。ちょっとね、あの、勇気がいる。この、勇気がいるんですけど。 押さえながら。よいしょ。はい。こう見えますかね。えっ、ー、と、ここが結構一番大きい。まあ、ネクストルーダーなんてね、あの、プロさんあの名前つけてますけれども、ここがね、一番こう大きいかなというふうに思いますね。この、えっ、ー、とね、ギアユニットがもうこの状態ですね。ここもう組まれてる状態で届くんですけど、まあ、それをね、こう、上からこう、ぐっとね、押し入れてですね。で、この、 ブラスのね、この金色の外枠のギアのね、ここにもギアあるんですけど、あのここにこう押し込んでですね、このギア真ん中のね、ここにシャフトが通ってるので、ここがぐるっと回ることによって、これがくるくる回っていきますと。で、これが回っていくことによって、この横に、サイドにですね、ある、えー、ローラーに押し付けられてですね、フィラメントが入っていくという仕組みになっております。ちょっと見てみましょうか。 ね、ここの奥にですね、えっ、ー、と、ギアのその、えっ、ー、と、このね、えぇ、ー、要は、この優勢ギアっていうのがこう動くわけですけれども、こう連動して動くですね、えー、か要は、ギアのね、紙跡がつ、紙跡がフィラメントを押し出すための、えー、ギアがですね、この後ろ側に入ってます。で、えー、ここのですね、これがね、僕すごい謎だったんですけど、この、これね、えー、ここが、こう、これをね、こうカチッとこう押さえることによって、えー ここにフィラメントがクすーっと入っていって、えー、ノズルセンターまで行くと。そういう仕組みになってますね。はい。これがね、あの、こう、大きい変更点で、まあ今までの半分以下のモーターの重さでですね、えー、多分今まで以上のパワーが出てるという感じのね、仕組みになっております。めちゃくちゃ強かったです、これ。ガってちょっとね、いろいろグイグイやったんですけど、こう、読み、ロードしてる時にね、あの、全然なんかビクともしなかったんでですね、あの、かなりね、あの強い。 感じになってます。ただ、思うのはですね、あの、グリスを塗るんです、最初これ。ちょっと、今、あの、カメラでも見えてると思いますけども、このね、えー、っと、ギアにですね、グリスを塗るようにが指示されるんですね、最初。なので、このグリスのメンテというか、チェックは、あの、定期的にやらないといけないのかなっていう感じはしますね。その辺はちょっと前の、えー、デュアルドライブのものよりはシビアになっているような気はします。ここですね。はい。なかなかね、これは大きな進歩というか、 ほぼ、だから、ここも、なんか、あの、掃除。まあ、定期的に掃除しなきゃいけないのは掃除しなきゃいけないかもしれないですけどね。まあの、なかなか、あのー、使い勝手がいい家というかね。もう、ほぼほぼ、なんだろうな。要は、ノズル詰まりも起きないだろうな、みたいな。結構、スイスイ動いていくんでですね。すごく、えー、いいエクストルーターになってますね。はい。で、こ,この辺もすごく楽ですね。あの、なんか、今まではこうやって、くる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 ネジ外して、よいしょっ、つって、ここをなんかメンテンスしてましたけども、これ、 開けるだけでここ見えるんでですね。これすごい楽になりました。これ何なの部品なんだろうって最初思ったんですけどね。ここね、組み立ててるときは。で、楽なのはですね、これも一緒で。ここのね、えっ、ー、と、要はプリントオブジェクトに当てるファンですね。プリントオブジェクトに当てるこのファンも、えー、とても楽です。これ今までみんなね、くる,くるくるくる回して撮ってたじゃないですか、このフロントから。そういうのなくなってこれで済むんで、あの、横にね、えー、これをこうキュッと持ってくだけでですね、あの、なんと済んでしまいます。 で、えっ、ー、とね、ノズルを交換したいなっていう時はもうここからもうアクセスできますし、えー、なんならですね、ここに2個ね、えー、大きなノブがあるんですけど、これで、えー、と新しいね、プルサノズルというね、えー、規格のノズルを固定してますんで、これあの外すとね、もうスルッと抜けますんで、あのここのメンテはすごく楽になるかなというふうには思います。 で、このね、後ろ側を通じて、ここの中に入ってるボードにですね、ここの中にですね、実は小さいエレクトロニクスボードが入ってるんですけれども、ここにね、あの、つないであるだけなんで、もしね、例えば、ここのね、ヒーターが壊れてしまったとか、えー、まあ、ここのね、配線がなんか断線してしまったとか、えー、サンミスタがね、壊れちゃったみたいな時があったら、ここ外してですね、ここ外して、ここのコネクターをペッて外せば、そこだけ交換すればいいという感じになりますので、ね、 今までね、これガチャガチャガチャって外してこう後ろまで行ってみたいなことやってたんですけど、それはなくなりますね。えー、完全になくなると思います。これだけでも僕、あの、マーク3をですね、えー、っと、マーク、えー、アップグレード ?3.5 以上にアップグレードする価値はあるなという気はしますね。はい。というふうには思っています。はい。じゃあちょっとこれ、閉じさせてください。よいしょ。 まあこの辺のメンテは、あの、こまめにしてあげないといけないかなという気はします。まあね、ほぼ、ね、あのメンテフリーでね、動かせる 3D プリンターとはいえ。で、一番最初のね、あの、セルフテストの時に、この、えっ、ー、と、優勢ギアのですね、かあの、噛み合わせというか、あの、テストみたいなことはね、ありますんで、ちょっとその辺が戸惑うかなという気はしなくもないですね。そういうことは起きますね。はい。これはエクストルーダー周りの、まあ、非常に大きな え、進歩で、えー、まあちょっとね、これだけだと、えっ、ー、と、ちょっと紹介しきれなかった部分もありますけれども、えっ、ー、と、まず軽量化です。もう軽くなってます。かんすごい軽くなってます。で、えー、ボードがですね、ここの、えー、大きいところにね、えー、1個これぐらいの、えー、ちっちゃいボードが入ってるんですけど、ここに全部ね、コネクタを集約させることによって、メンテナンスがね、すごい段取りよくというかね、手順、あの、簡単にできるようになりました。というところですね。 で、えー、パワーもなかなか、エクストルーダーとしてのパワーもなかなか強いので、あの、まあ、えー、エクストルーダーキーンでプリントできなくなるっていうことはあんまない、考えられないかなっていう気はしますね。ただ、えっ、ー、と、一部ね、パーツの、えっ、ー、と、組み合わせというかね、あの、はめこ、はめ合わせみたいなのがシビアなので、えー、マーク3を組み立てたことがある人は、えっ、ー、と、この辺、なんとなく頑張って、丁寧にやっていけば多分、組み立てられるとは思うんですけど、 もしマーク4初めて組み立てるっていう人とか、えっ、ー、と、キットではなくね、組み立て、完成品を買ってきて、これからちょっと自分でトラブルになっちゃったからメンテするんだっていう人は、えー、このカバー周りとかは結構慎重にやらないとですね、あの、代わりのパーツを手配してっていうのが逆にハードルが高くなるというか、組み立てキットを買う人は、ちょっとエクストルーダー周りの組み立ては慎重に、プルサナレジーベース説明見ながらですね、ちょっと慎重にやった方がいいかもしれないなと、ということはね、ちょっと思っております。 はい。あの、なるべく、あの、ちょっと僕もね、これ、組み立て、あの、配信見てもらえればわかると思うんですけど、戸惑いながらやってますのでこれどうなるんだろうどうなるのみんなが言ってると思うので、ぜひね、ちょっと、あの、それからアップグレードキットもそうかもしれないですね。これから、あの、ネクストルーダーを含むアップグレード、3.9か,か、えー、4ですね。えのアップグレードキットを待ってる人、これからやる人はですね、結構いると思いますけれども、ちょっとこのネクストルーダー周りはね、結構慎重にやった方がいいかなと。 ええ、いうふうに思いますね。うん。まあ、大丈夫でしたけどね、僕の場合は。あの、そんなにトラブルはなかったですけども、完成して動かないとかね。なんか、あの、そんなことはなかったんですけど、あの、ケーブル類は、あの、変わらず、あの、シビアなところがいくつかあるので、まあ、前に比べればまだ、あの、やりやすい、ちゃあ、やりやすい感じはありましたけどもね。うん。はい。これね、2個目ですね。あの、エクストルーダー周りはすごくシンプルメンテナンス。なんだかんだみんなメンテしてたのはここでしょ だと思うんで、あの、それがね、あんなくなっただけでも随分楽になるんじゃないかなという気はしております。